前7時15分です。シャンシャンを乗せたトラックが今、ファンの前に姿を見せました。ずっと心の支えだったシャンシャンが上野から離れていってしまうので、うん、最後はやっぱり見届けたかった。さよならじゃなくて、またねっていう気持ちです。